新折の白線白線は古くは贈答の品として使われた。扇子とは、青いで風を起こす道具の一つ。また、儀礼や芸能で用いられる。古くは、扇と呼ぶのが普通であった。扇という言葉は古くは、アフグの派生形のアヌの木と呼ばれたが、日本語の変化によって関連がわかりにくくなった。数本から数十本の細長い竹や木でできた骨を、 束ねて、端の一点で固定し、使わないときは折りたたみ、使用時に展開する。骨には大抵紙が貼られており、展開すると紙を貼られた部分が、眼木型の洗面となる。折りたたむことで小さく収めることができる。開閉の方法は、骨を右手親指でずらすように押すことで開く。一般的には、右利き用であるが、左利き用も販売されている。また、 扇子そのものを振ることで開く方法もある。折りたたんだ、際の形状が持ち運びに優れていることから、夏場の外出時での涼みに使えるとして愛用する人も多い。扇子を開く角度は、だいたい90度から180度の間であり、円を3等分した、中心角120度前後のものが主流である。扇子を開いた形は、線形と称し、幾何学の用語にもなっている。 このようなセンスの形状は末広がりに通ずるので縁起の良いものとされ、めでたい席での引き出物としても用いられる。扇という漢字は本来軽い扉のことを意味し、そこから転じて内輪のことを言うようになった。内輪は紀元前の中国で用いられたという記録がある。また古代エジプトの壁画にも王の脇に巨大な 羽内輪を掲げた従者がはべっている図があり、日本ではリ伝遺跡において内輪の柄が出土した例がある。このように内輪は文明発祥時から存在するが、木の薄板を重ねたり、また紙を折りたたんで製作する扇は日本で発明されたものである。開閉のできる線を中国発祥とする話もあるが、内輪を意味する線のことを誤解したものである。 日本では、氷汚儀や紙を折りたたんで制作した線については、平安時代以降に記録や遺物が存在するが、中国大陸においてはそれ以前に、この開閉式の線があったという、確かな記録もなければ、遺物も存在しない。それ以前の中国の古文献において見られる線とは、内輪のことであり、扇数についても同様である。山積には、以前、 中国未有すり船の姓とあり、また、名物六条は、線について、今いわゆる内はなり、すり船小船、乗りまた陣番、潮秋雪き中央としている。日本の扇は、中国大陸には、北宋の時代に伝わった。西液扇平安時代後期、五福島神社像。扇を形作る、日の木の薄板すべてに、五分、さらにキララを塗り、 金銀の箔を散らして絵を描く。児童及び婦人用の批評着である。最初に現れた扇は30センチメートルほどの長さに2から3センチメートル幅の薄いヒノキの板を重ねて作る批評着と呼ばれるもので、これは奈良時代の実例が発掘されている。紙は貼られておらず、その起こりは一説には木管を束ね一方の端に穴を開け。 そこに紐などを通して縛ったものだという。また、氷扇のそもそもの用途は開いて仰ぐものではなく、メモ帳として物を書き付けるものであった。後に氷扇は冬の季節の扇とされた。その後、平安時代の中頃までに5本、または6本の細い骨に紙を貼った川掘り線が夏の扇として現れる。これが現在一般に見られる扇の原型であるが、 この頃の神張りの扇は、洗面の裏側に骨が露出する形式であった。平安時代には、扇は、仰ぐという役割だけでなく、儀礼や贈答、コミュニケーションの道具としても用いられた。具体的には和歌を書いて送ったり、花を乗せて送ったりしたことが、源氏物語など、多くの文学作品や歴史書に記されている。このように扇は量を取ったり、 もて遊び物にされたりする一方で、時代が下るにつれ綺麗の道具としても重んじられた。釘や武家また、一般庶民の別なく、日常や冠婚葬祭での持ち物の一つとされた。他には、宮中において二組に分かれて、扇を持ち合い、その描かれた絵画や、材質の優劣を競い合う、扇合わせという行事が、園遊天皇の天禄四年に行われたという記録がある。 また近世には、毎月1日、天皇が三種の神器が安置されている、内侍所へ参拝する時の持ち物として、お月船と称して月ごとに、末広の奥義が、江所より新調されたが、その他に表面に古代中国の剣状、裏面に金銀砂子に草花を描いた剣状をお末広という、末広が剣状されることもあった。には、北総の橋くぬぎ川元年、 日本の総長年の弟子、木本が中国大陸に渡った際、非扇と川掘船すなわち紙を貼った扇を総の朝廷に献上したという記録がある。以後、多くの日本の扇が中国へ渡り、中国においても日本の扇に習い、折りたたみのできる紙針の扇が作られるようになった。また16世紀に入り、日本とポルトガルとの交易が始まると、日本の扇も、 中国で作られた扇と共にヨーロッパに伝わった。当時エキゾチックな文物を盛んに取り入れていたスペインで最初に授業されたセンスはスペインの戦具の名で各国に伝播し貴族の女性の持ち物として日本や中国のものとは違う独自の様式の扇が作られた。日本において中世までの主産地は 京都で江戸時代になると京都の職人が移り住んだ江戸での扇子作りが盛んになった。職人が多い京都では分業制であるのに対して江戸扇子は職人が一人で制作する。現代において扇子の需要は減少したが、洗面の絵柄を現代的にしたり、骨の長さを左右非対称にしたりした扇子も制作されている。鉄線、除の前昭は11年。 上村小園筆。手に舞容疑を持つ。他には、沖縄では洗面に、ヤシ科の微量の葉を使った窪線というものがある。五本骨線の家紋。日本の家紋の衣装としても用いられ、すりたたみ線を図案化した大疑紋と、板栓を図案化した非容疑紋がある。大疑紋には、五本骨線などの骨の数によって、表されるものや、より写実的な図案の、 岩木ギや反り帰りの付けられた反り線、また、扇の部位を用いた扇骨や地紙といったものもある。佐竹市のスケチク島原藩の島原線や朝野市の朝野線などがあり、高崎藩や三遊亭の門である。高崎線は小説などにも出てくる。非扇門では山崎線や秋田線などがある。不箱や硯箱。 染色の衣装としても用いられた。千面源氏薪絵文庫には文庫の蓋表から側面にかけて、源氏物語の一場面が描かれた扇を二面、描いている。扇子や扇子を持った夫人は日本画の題材としても多く描かれた。ありがとうございます。